ガールズグループから出身の国原さんの兄が、今もなお妹を偲んでいる。久原さんの兄コホインさんは今月10日、自身の SNS に2020年8月10日14時38分。クハリンです。妹のことが思い出されて涙がたくさん出ますね。祝福してくださった方々、ありがとうございますというメッセージを綴った。共に掲載された写真には生まれたばかりの新生児の姿が盛り込まれている。クホインさんは同日に第一子を設けたことが伝えられた。ファンたちはおばになったクハラさんが天国で幸せな微笑みを浮かべることを願っている。クホインさんは11日、ソウルヨイドの韓国国会議員会館で共に民主党のソヨンギュ議員と記者会見を開き、いわゆるクハラ法の国会通過を訴えた。これに先立ち、彼は国民同意請願を通じて、養育義務をおろそかにした両親の相続権を剥奪する内容のクハラ法を推進した。しかし今年6月に国会法制司法委員会は法案審査第一小委員会を開き、クハラ法を含む民法改正案5件に対して継続審査を決定したが、同日の審査小委が20代国会の最後の会議で、クハラ法が廃棄されたのではないかという懸念が出た。しかしソヨンギュ議員が21代国会で民法一部改正法案、いわゆるクハラ法を代表発議し、クホインさんと共に記者会見にも乗り出し、再びその動きに多くの関心が集中している。一方、ガールズグループから出身のクハラさんは、昨年11月24日午後にソウルカンナムの自宅で息を引き取った姿で発見され、多くの人々が悲しみに沈んだ。個人はキョンギド広州市に位置する分断スカイキャッスル追悼公園に安置された。女優チョンソミン、2018年放送の KBS ドラマスペシャル私の黒歴史誤り答えノートで共演のオドンミンとの熱愛報道を否定。BTS、防弾少年団ジミン、歴代デニムファッションが韓国で話題。Mnet プロデュース101シーズン2に出演のリミットレス元メンバーのユンヒソク、SNS でメンバーや所属事務所との不仲や極端な選択をしたことを告白。